前回の映画のタイトルがファイナルバトルっていうタイトルで、僕的にはもうこれで終わりなのかなと思っていたところにこのお話が来たので、まあ最初はびっくりが来てたんですけど、その後だんだん喜びが増していったって感じです。映画で、まあ2年後っていうことで、監督にも衣装合わせの時に言われたのが、繊細な号を見せてほしいっていう、はい、っていうことを言われたので、僕も意識しながらそこを頑張りました。シーズン1の時は多分、子供らしい可愛らしい号だけだったと思うんですけど、2は多分大人っぽくて、やっぱりいろんな気持ちが考えられる号なのかなって思いました。やっぱり現場に入ってから、やっぱりだんだん昔の号が戻ってきたっていうか、やっぱり前から考えるんですけど、入るとより戻る感覚がありました。お話は、僕中現実でも中3なので、高校の話だったり、中学校生活のお話をしたりして、アドバイスは給食の美味しく見える食べ方、綺麗な食べ方っていうのを、まず給食をスプーンであげて自分から行くんじゃなくて、こっちをこぼしそうでも頑張ってこっちを持ってくるっていう、それが汚く見えない綺麗な食べ方って教えてもらったので、それを気をつけました。やっぱり市原さんは表現力がすごくて、毎回段取りとかで形を決めていくんですけど、毎回予想外な動きを市原さんはするので、毎回すごいなって思いながら、圧力っていうか表現力がすごすぎるので、何よりも本当に何か作品を愛してるみたいな、何か毎回卒業式みたいのをやるんですけど、その時に毎回お話ししてくださるので、その時に感じます。スタッフさんがすごい感染者が出ないように、いろいろな、映ってない人は給食のシーンで映ってない人は絶対カバーをかぶせるとか、すごいスタッフさんが気にかけてくれて、前回よりも緊張感があった現場だったので、僕たち生徒もみんな頑張ろうって気持ちがより強かったと思います。やっぱり給食のシーンでの初めての外での撮影があったんですけど、それがすごい新鮮で楽しかったっていうか、印象に残ってます。美味しい給食で給食を食べるシーンで学校の外に出たことがなかったので、しかも2人でだったので、すごいそこが新鮮だったかな。一番びっくりしたのは、給食の食器が全部銀色だったことが一番びっくりしました。今はもう普通にガラスっていうのか陶器っていうか、もう普通のもう家にあるような食器なので、一つだけお母さんが言ってたのは、お母さんは肩パッドの服が好きだったらしい。それだけ聞きましたね。やっぱり学校の給食に危機が訪れて、それに GO はどう行動するのかとか、そこでやっぱり GO の繊細さとかが出てるところだと思うので、やっぱりそこを見てほしいなって思います。美味しい給食は2回目なので、1回目よりもやっぱり作品に対する思いは強かったです。1回やったことあるんで、すごいやりやすかったっていうのはあります。逆に真逆すぎて吹っ切れてできたっていうか、逆だからこそもう自分じゃないみたいな、自分じゃないからできるみたいな、普段とは違う自分になれるみたいな感じなので、楽しいです。そうですね、やっぱり僕学校でも給食をめっちゃ大食いする方ではないので、やっぱりそこが一番学校のみんなはびっくりしてました。大使が食べてるみたいな。高校生になって新しい友達もできるんで、やっぱり新しい友達とも遊びつつ、こういうお芝居のお仕事とかも並行して両立できたらいいなって思っています。今は
何でもやってみたいっていう気持ちはありますけど、なんかドラマとか見ててやってみたいなって思ったのはデスゲーム系のやつで、なんか裏切り者とか、なんか見てて信じてたやつがいきなり裏切って悪者になるギャップがちょっと嫌ではあるんですけど、そこが面白いなって思ったのでやってみたいなって思います。給食は美味しく楽しく食べるべきだ。最後の戦いだ。負けてられん。貴様その中でまさか、やめろ、やめてくれ。そんなのうまいに決まってんだろうが、この野郎。ああ、私は愚かな。先生は本当にこれでいいと思ってますか？何のことだ。給食です。なんか今日の給食は変だったっていうのよ。7つの栄養素を加えました。育ち盛りの君たちにはお米より麦がいいんだよ。子供たちは給食センターを選べない。強制食なら強制させるだけのサービス精神が必要だ。僕の人生の給食はあと少しで終わりです。カメラ義務教育9年間給食を全て食べ尽くすのが卒業だと思いました。ふざけてるのか。本気です。ただ給食をありがたくいただく、その素直な姿はなんと神々しいことか。一心不乱がつく。これこそが給食に向き合う唯一の心構え。まさに私は今ゾーンに入っている。最後の給食美味しいといいですね。劇場版美味しい給食卒業。